皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日はアコースティックの、素敵な、サウンドをお届けします。シンガーソングライターの渡辺武さんをお迎えしております。早速ですけれども1曲目からどうぞお聴きください。心を尽くして主により頼む、あなたが行く道をまっすぐにしてくださる。私の道は果てなく続く長い道、時にはつまずき倒れ迷う道、こんなに大きな世界で こんなに小さな私を愛された、こんなに大きな小さな私を愛された、心を尽くして主により頼む、あなたがまっすぐにしてくださるから、私の道はあなたと共に歩む道、いつでも変わらぬ愛で照らす道、こんなに大きな世界で、こんなに小さな私を愛された、心を尽くして心を尽くして主により頼む、あなたが行く
はい、ということで今日のゲストは渡辺武さんです。こんにちは。こんにちは。なんか爽やかな、ギターのサウンドと、歌声だったんですけれども、武さんはアメリカにずっと住んで、あ、よ、4年、3、4年ですね、留学していました。していて、はい、で去年帰ってきたばかり。そうですね、6月に、はい、はい、で今は、軽井沢で、英語の学校でスタッフをしている。そうですね、今は軽井沢で SYME という学校で英語で聖書を教えています。そこはもう英語付けの学校なんですか？そうですね、13時間ひたすら英語を喋らなきゃいけなくてですね。それは1日13時間でもし日本語を喋っちゃうと100円の罰金っていう、うん、制度が。ちなみにみんな罰金は、はい、払いますね。払ってんですか？しっかり払っていただいて、はい、ってことはもう本当にもうその学校の中みんな英語で喋って。そうですね。はい、どんな感じなんでしょうね、日本人の学生が。日本人、基本的に日本人の学生が来ていただいて、はい、まあ、英語で話をしているんですけども、その中でまあ聖書を用いて、うん、勉強していくので、聖書の知識も同時に学んでいくっていう学校です。1日13時間すごいですね、はい、でも僕は軽井沢は大好きなんですよ。あ、本当ですか？なんか、はい、もうなんかリゾートっていう感じがするんですけど。あ、そうですね、リゾートです。冬はやっぱりでも雪が結構多くて大変ですか？そうですね、今年も3、40センチ、50センチぐらい積もって、うんうん、立ちが悪いのが溶けないっていう。また寒いですね。寒いですね、常にマイナスなんで。マイナス、はい、まあね、ここはまだ暖かいけれども、ね、まあ、暖炉で今日は温まっていますけど、はい、いつぐらいからその曲作りとかを始めたんですか？はい、2011年の3月の11日の被災、震災を機にですね、きっかけに、はい、ね、出身が、東北、はい、宮城県です。宮城県、はい、本当にどういう思いでその、もう自分が本当に思ったことっていうのをとりあえず詩にしてみて、うん、そこからこれはもう歌にしてみようっていう風に、もう本当に自分が何かを考えてやったっていうよりかは本当にもう神様が働かれて、もうその一曲ができたっていう感じですね。でその一曲がスタートになって、はい、そうですね、今は何曲ぐらい？今約20曲ぐらいありますね。なんか、はい、そう、結構その震災をきっかけに活動を始めてる人って何人かこの番組でもいるんですね。はい、あ、そうですか。うん、だから本当に日本の中でなんかすごくやっぱり転機になったんだなっていうふうに思うんですけど、うん、そうですね、ギター自体は小さい頃からっていうか。あ、いえ、ギターもですね、だいたい3、4年前ぐらい。あ、本当に。じゃあからですかね。から始めて、はい、そうですね、日本語の、なんだろう、英語でも曲を作ったりは。そうですね、英語で曲を作るんですけども、大体3、4曲ぐらいですかね、今あるのは。でもほとんど日本語の曲で、うんうん、はい、作っています。なんか聞いててすごくこう、なんだろう、心地よいのはその言葉がね、なんかこう英語の曲にも聞こえるし、はい、でなんかでもちゃんと日本語だっていうのがすごい新鮮な感じがしました。うん、あ、そうですか。うん、ありがとうございます。ワシップリードも普段は。あ、そうですね、教会の方で、軽井沢で教会を持っているんですけども、うんうん、インターナショナルの教会で英語で全部礼拝なんですが、はい、英語で、そこで英語で、はい、リードしています。なんか影響を受けたそのワシップリーダーとか、なんかこうアーティストとかっているんですか？キャスティングクラウンズっていう、すごい人気ですよね。はい、歌詞がとても好きでいつも励まされています。そうですか。はい、僕なんかアルバム買っても歌詞までねいかなくて結構深いからね。そうですね、うん、ちょっとちゃんとした語学力がないとこう入ってこないんですけど、うん、まあ早速次の2曲目に、入っていただくんですけど、はい、次の曲はどういう曲ですか？一日一生という曲なんですけれども、はい、アップテンポの曲で、僕はあんまりアップテンポの曲書かないんですけども。あ、そうですか。ちょっとレアなアップテンポで、一日一日を大事に、神様のために一日を一生だと思って、その日を一生だと思って生きていこうっていう
歌です。はい、じゃあ、その2曲目の一日一生っていうタイトル、はい、一日一生ですはい、はい、どうぞお聴きください。やる気もそこそこだけど生きてる、生かされてんだ、わからない未来だから信頼できる。一日一生全てをあなたに、全てを捧げます。一日一生全てを、愛をあなたに。お休み、終わる一日、疲れも少々、反省もたくさんあるけど生きたよ。全力出した、見ててくれた、応援してくれた。全てを、愛をくれたあなたに。一日一生全てをあなたに、全てを捧げます。一日一生全てをあなたに、全てを捧げます。一日一生全てを、愛をくれたあなたに。見えない力が僕の中に溢れてる。明日も生きよう、命が続く限り。見えない力が僕の中に溢れてる。明日も生きよう、命が続く限り。一日一生全てをあなたに、全てを捧げます。一日一生全てを、愛をくれたあなたに。一日一生全てをあなたに、全てを捧げます。一日一生全てを、愛をくれたあなたに。消えない光と申し歩んでゆく。今歌わせていただいた曲は一日一生っていう歌です。日々生かされている自分たちが本当に生かされているということを感謝して生きていく。いつ実際に終わるかわからない自分たちの命を本当に神様に一日を一生だと思って捧げていこうっていうことを歌った曲です。次に歌う曲はですね、変えられた世界という曲なんですけれども、僕がクリスチャンとして歌を書こうと思わされたのは2011年3月11日の震災のことがきっかけでした。僕は宮城県の出身です。宮城県で実際に僕は震災を経験したわけではないんですけれども、震災の後に被災地に行って、見たその光景というのを今でも心に、本当に焼き付けています。私が初めて被災地に行った時に全てのものが灰色に見えました。全てが白黒でした。しかし本当にその中で僕が見たのは神様の愛がここにもあるんだなっていうことを感じたということです。僕がこの曲を書いたのは本当に被災地に行ったすぐ後です。
僕がその白黒の世界を見た時に本当に一番感じたのは、自分が救われる前も同じだったなということでした。イエス様が自分のことを救ってくださって、本当に白黒の世界だった自分の人生を神様が入ってきたことによって、全てが輝く人生に変えられました。私は本当にこのことを忘れたくありません。東北の人たちに希望があるということ、被災した人たちに希望があるということ、今は白黒に見えるこの世界も本当に全てが輝いているんだよ、イエス様に会ったら全てが希望なんだよ、輝いているんだよ、そういうことを歌った曲です。自分の証と重ね合わせた曲です。変えられた世界、聴いてください。希望や愛など消えてしまったんだ。僕が見たその世界は全てが灰色だった。でもあなたに出会って景色が変わったんだ。僕が見るその世界は全てが輝いている。今生かされている大きな愛の中で、もう恐れるものなど何もない。主よ感謝します。希望や愛など消えてしまったんだ。僕が見たその世界は全てが灰色だった。でもあなたに出会って景色が変わったんだ。僕が見るその世界は全てが輝いている。今生かされている大きな愛の中で、もう恐れるものなど何もない。主よ感謝します。今生かされている大きな愛の中で、救い出されたこの命、主よ捧げます。主よ感謝します。あなたに出会って景色が変わったんだ。僕が見るその世界は全てが輝いている。
全てが輝いている。人が疲れつまずき倒れ、何が良くて悪いのかもわからない。暗い社会にどんどんと目が慣れて、見えるものも見えなくなる。こんな中に光はある。どこに行けば見つかるのかな。こんな中だから光がある。答えはここにある。衆を待ち望むものは新しい力を得る。わしのように翼広げ飛んで行ける。疲れつまずき倒れ、何が良くて悪いのかもわからない。暗い社会にどんどんと目が慣れて、見えるものも見えなくなる。こんな中に光はある。どこに行けば見つかるのかな。こんな中だから光がある。答えはここにある。衆を待ち望むものは新しい力を得る。わしのように翼広げ飛んで行ける。主は永遠の神、地の果てまで作り、疲れることはない。全知全能の主、その主を待ち望むものは新しく力を得る。わしのように翼広げ飛んで行ける。主を待ち望むものは新しく力を得る。わ